昨日午後2時半ごろ、浜松市南区若林町の市道で、下校中の小学2年生の男女3人が、後ろから来た軽乗用車にはねられました。この事故で男の子1人が意識不明の重体、他の2人が骨折などの重傷となっていて、捜査関係者などによりますと、3人は路側帯の内側を歩いていたとみられています。事故から一夜、現場付近では県警が事故が起きた時間帯に合わせて50人体制でパトロールや交通指導を実施。速度違反の取り締まりやドライバーへの注意喚起のほか、浜松市職員も道路の測量を行いました。児童が被害に遭う交通事故は社会的にも反響の大きい事故となっております。歩行者保護第一に考えて運転をしていただきたいと思います。